ロサ会館とは、東京都池袋にある総合レジャービルである。映画館のシネマロサを前進とし、スペースインベーダーのブームにより、ゲームセンターを核としたレジャー施設として発展した。戦後すぐに開業した、映画館、シネマロサを前進とする。その後映画館が急増し、映画館ビジネスが社用化したことから、業態を転換し1968年に、 アミューズメント施設のロサ会館としてオープンした。オープン直後はテナントが埋まらず苦しい経営を強いられたが、対等の創業者、ミハエル・コーガンと出会ったことで、当事例のなかったゲームセンターを始めることになった。1978年にスペースインベーダーのブームが到来すると来客が急増し、他のテナントも賑やかになるという好循環が生まれるようになった。このことから、 台東とは深い結びつきがあり、2017年現在でも台東のゲームセンターが入居している。上映作品に関しては、以前は丸の内ピカデリー2.3系の作品が多かったが、近年は東方系の作品が多くなってきている。また、ごく稀に丸の内ルーブル系列の作品も上映している。AB 黒川文雄。ビデオゲームの語り部たちがいい一部。 焼け跡に生まれ、スペースインベーダーと共に、戦後のエンターテイメントを支えた、池袋ロサ会館、4gamer.net、2017年10月21日閲覧。日本のインディ映画を厳選、空の瞳と、カタツムリ、一人のダンスなど18本上映。映画ナトリー。 https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ,ュ,ュ3545962019年11月11日閲覧。シネマロサに関するカテゴリー。ありがとうございます。